危ないじゃないの。私が寸前でブレーキ踏んだからいいようなものの、ボケっと道を歩かれちゃいい迷惑なのよ。すみませんくらい言えないのかしら。カレンよ。例えばどんな態度かしら。あなた、ちょっと面白いわ。公社保安規定の第32条補足。公社業務達成を目的とした移動運輸の手段は、これの安全迅速を公社の権能によって保障されるものとし、その妨げとなる要因は、当事者たる公社員の裁量をもって速やかに。というわけで、非はあなたにあるの。わかった？私としたことが2分45秒も無駄な時間を費やしてしまったわ。あなた、駐車場の入り口はどっちなのかしら。わかったわ。それじゃその逆へ行ってみるわね。ほんと、あなたって単純ね。じゃなくて、あの子新人だよね。新人で乗用車持ってて、その上校舎ビルの駐車許可証を持ってるって、なんかすごいことじゃない？っていうかエリートさん？エリートに睨まれたら出世に響くっていうよ。大丈夫？
その年で達観してんだ。そっか、うん、そういう意見もありますね。ごめんごめん。さて、そろそろ本題に戻ろっか。もうすぐそこだね。
で戦うつもりなの？交渉してみたら？決裂みたいだね。
私のせい？思わなかった？